こんにちは。本日はカルーン抹茶の提供でお送りいたします。まずはタッキーママさんのホットカルーン抹茶を作っていきます。耐熱カップに豆乳 150ml を加え、600ワットのレンジで1分40秒加熱します。ここにすりおろした生姜小さじ4分の1を加え、よく混ぜて溶かします。カルーン抹茶 30ml をコップに注ぎ、熱々の豆乳を注いで完成です。チョコレートを入れて混ぜながら飲んでくださいね。次にまゆさんのカルーン抹茶クリームソーダを作ります。はじめに氷を入れたグラスにカルーン抹茶 30ml を注ぎ、グラスの中にスライスしたカボスを入れていきます。そこに無糖のソーダ 90ml をゆっくりと注ぎ、スプーンを軽く持ち上げるようにそっと混ぜます。最後にバニラアイスを乗せたら完成です。最後にパオさんのカルーン抹茶フォンデュを作ります。はじめに刻んだホワイトチョコレート 100g を小鍋に入れ、フルーツ抹茶小さじ2、牛乳大さじ4を加え、弱火で加熱してチョコレートを溶かしながらよく混ぜていきます。とろみがついたら火を止めて、カルーン抹茶 30ml を加えてしっかりと混ぜ合わせて完成です。簡単アレンジでいろいろ楽しめるカルーン抹茶、ぜひお試しくださいね。